はい、それでは以上のですね、全勤記法を踏まえて、今度はその多倍調整数の加算の計算量の見積もりに進みたいと思います。テキストがある人は16ページから見てください。で、ここからの計算量の評価は、特に断りがない限り、そのワードごとの指則演算を単位とします。すなわち、1ワードの整数同士の加減乗除を演算1回と数えて、それで何回ぐらいの演算になるかという見積もりをします。で、一応前回説明しました多倍調整数の加算のアルゴリズムをここに示しましたので、ここでそのじゃあ一体この整数の加算が加減乗除がどこで現れているかということを確認していきます。まず第一ステップなんですけれども、この第一ステップはですね、ある変数にある定数を代入するという操作ですので、その代入の操作は計算量には含めません。で、次の第二ステップですね、ここが計算量に関わってくるところですけれども、まず、最初に不和分というのがあって、i を0から k マイナス1まで1ずつ変化させながら、次の処理を行いますというふうにありますので、ここでそのループが警戒、つまり繰り返しが警戒発生するということに注意しておきます。で、そのループの中で何が行われているかっていうことを見てみますと、これループ1回ごとに、α i プラス β i プラスガンマ i という計算を行っていますので、ここで加算が2回発生しているということになります。で、あと、第3ステップはこれC という数を作ってリターンするんですが、このような操作は今回計算量の評価には含めないことにします。ということで、まとめますと、そのアルゴリズム全体で行われる、計算はですね、加算が2警戒あるということが分かりました。で、そうするとアルゴリズムの全体の計算量は2警なんですけれども、これ先ほどの前期表示で表しますと、この定数部の部分は省略できますので、オーダーの K、もしくはラージシータの K というふうに表すことが可能になります。で、ここでその大事なことは、この評価が何を言っているかっていうところなんですけれども、ここで分かることは、その多倍調整数の加算の計算量というのは、この各扱われている整数の長さですね、このワード長 K に比例するということが言える。ここが一番大事なところです。ここを押さえておいてください。ここまでよろしいでしょうか。はい、それから一応ですね、テキストのこの節の残りの部分では、その符号付きの多倍調整数についてちょっとだけ触れられていますので、紹介します。符号なしの整数、符号なしのですね、1ワードの整数についても、2の歩数による表現など紹介しましたけれども、多倍調整数についても、やっぱりその負の数を扱いたいことがありますから、符号付きの整数を扱う場合があります。で、ここではいろいろな方法がありますが、ここでは、その、符号なしの整数、符号付きの1ワードの整数と同じように、その2の歩数を用いた表現を紹介しておきます。2の歩数ですね。で、2の歩数はどういう表現だったかというと、この一番上の桁の数に、一番小さな、小さな値ですね。負で絶対値が大きい値、小さな値を持ってきて、で、残りの数は符号なしの正の整数で加算をするという形で表現したものになっております。で、今ですね、この多倍調整数が A0 から A の K マイナス1の K ワードで表されていたときに、この最上位のワードだけ、この2の歩数による表示をするんですね。で、残りの桁についてはその、符号なしの整数の表示を組み合わせて計算するということで、このような表現でいきますと、その
最上位の A の K-1 のワードですね。このワードの間の範囲というのが、マイナス2の N-1 乗から2の N-1 乗マイナス1の範囲となります。で、これを使うと、この多倍長数 V ですね。この V の値の範囲というのが、マイナス2の NK-1 乗から、2の NK-1 乗マイナス1の値までの値を取ることができるということがわかります。まあ、ちょっとこれはあまり自明ではないと思いますので、ちょっとこの、どうしてこの V の値の範囲が取れるかということは、ちょっと各自で考えてみてください。ここまでよろしいでしょうか。